やっほー、ミク。みんな、今日はどうしたの？別にどうってわけじゃないんだけど、瑞希がミクに会いに行こうってうるさくて。私に？うん。ちょうどみんなの作業も一段落したから。ってことで、今日はトランプを持ってきたんだよね。何やろっか？ババ抜き？大富豪？それとも神経衰弱？トランプ？そう！みんなで遊べるカードゲームだよ。やり方はちゃんと教えるから安心してね。あ、瑞希。私にも。オッケー。じゃあ、ミクと一緒に教えるね。わかった。真冬もやる？まだ寝るまでに時間あるし、いいよ。うん。お？ミク、どうしたの？みんな、前とは変わった。変わった？うん。みんなの顔が変わった気がする。ん？そうなのかな。よくわかんないけど、ミクがそういうのならそうなのかもね。確かに僕たち、ミクと出会ってからあちこち出かけたり、いろんな経験もしたし、それぞれ変化があったのかもね。経験か。真冬はどう？人形店に行ってから書いた歌詞で、感じたことを素直に出すといいと知った。例えば、渋谷アートコンクールに作品を出したりもしたっけ。落選しちゃったけど、一つの作品に最後までこだわれたのは良かったかも。ミステリーツアーにも行ったね。エナが怖がりすぎて面白かったけど、最後に廃校で見た桜、すっごく綺麗だったな。私も瑞希のおかげで昔の自分を思い出して、救うだけじゃない大事なことに気づけた気がする。奏で、真冬、エナ、瑞希、いろいろ経験したから少しずつ変わってきたのかも。そうだね。変わってきてるのかどうかはわからないけど、もっと誰かを救える曲を作れるようにならないと。うん、これからも頑張ろう。